中国・広州で行われていたアジア大会の男子サッカーで、日本は決勝で韓国に1対2で敗れ、2大会連続の銀メダルに終わった。TBS の中継で解説を務めていた元日本代表 FW の福田正博氏が語った内容が、開催地の中国ファンには刺さっているようだ。画像、超かっこいい、韓国ネット上で、結婚して、 と興奮の声が上がったサッカー日本代表の写真日本はこの大会にパリ五輪世代の U22 代表で臨み、U24 で臨んだ韓国代表とはチーム構成の前提に違いがあった。前半2分に内野孝太郎、筑波大が先制ゴールを決めたが、27分に追いつかれて1対1で折り返すと、後半11分に勝ち越しゴールを許し、その後も決定的なチャンスを作れなかった。 中国メディア、ジー・ボーバでは、確かに韓国が日本を抑えつけ、日本はシュートのチャンスをほとんど作れなかった。ゴールキーパーが頑張らなければ、大きな得点差の試合になっていたかもしれない、と指摘しながら、代表のユニフォームに袖を通している以上は日本代表のプライドと責任を持って戦うことが必要という胸のふく出しの発言も紹介。記事のコメント欄には好意的な声が書き込まれた。 日本のサッカーに対するこの職人仇。これがあるからこそこそ成功するのだ。誠に結果を振り返り、反省することができる日本人。日本人は本当に恐ろしい。日本のこの姿勢を見てみろ。どんな言い訳も通用しない。負けたらつまりはプレーが良くなかったということだ。日本代表のユニフォームを着たら、どんな言い訳も通用しないという日本の姿勢を見習ってほしい。 準々決勝で韓国に0対2で敗れた中国と比較するような声が多く並ぶ中で、相手は1.5軍、日本は4、5軍なのだから敗戦も普通のことだ、一方は3軍、一方は反主力。負けて当然、と日韓の戦力差を冷静に見定めた声もあった。